テオドール・シュトルムはドイツの法律家、作家。代表作に、湖、白馬の騎手など、ドイツ文学における指摘リアリズムを代表する作家の一人。北ドイツのシュレース・ビヒ・ホルシュタイン州の西海岸の町、フーズムに、弁護士の息子として生まれた。母は、地元合唱の娘だった。キール大学とベルリン大学で法律を学び、卒業後故郷で弁護士を開業した。 シュレースビヒホルシュタイン州でドイツ人による反デンマーク放棄が起こった時、シュトルムもこの運動を煽った。しかし、デンマークが勝利したことにより、シュトルムは弁護士の職を政府より剥奪された。その後、知人の働きにより、プロイセンにあるポツダム裁判所の賠席判事に就任し、後にザックセン州の町ハイルゲンシュタットの地方、裁判所判事に転任した。 そのうちに、第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争が勃発し、シュレースビヒホルシュタイン州がドイツに帰属したことにより、シュトルムは、故郷フーズムの知事に就任した。ところが、シュレースビヒホルシュタイン州が、プロイセン王国の州となったことにより、知事を辞職させられ、区裁判所の判事に転任させられた。私生活面では、故郷で、 弁護士業を開始する直前の25歳で兼ねてから思いを寄せていた少女ベルタ・フォン・ブーハンに求婚したが拒絶され、その失恋体験が代表作湖に影響していると言われている。29歳の時に10枚のコンスタンツェス・マルヒと結婚。その翌年にドロテア・イエンゼントの恋愛問題に悩む。ドロテアは結局身を引いたが1865年に コンスタンツェが病死したため、シュトルムの5歳に迎えられた。1880年、シュトルムは、半辞職を辞し、ハーデ・マルシェンに移った。ここで作家として、創作活動を続け、1888年に71歳で、ボす。ス。意外は、故郷のフーズムにある、聖ルゲン墓地に葬られた。シュトルムは、生涯の大半を、法律家として過ごしたが、 ギムナジウム時代の同級生の影響で若い頃から文学に親しんでおり、30歳で最初の短編小説、マルテと彼女の時計を書き上げる。32歳で代表作、湖を発表、その後もコンスタントに詩や小説を発表し、死の年である1888年に最後の傑作、白馬の騎手を書き上げた。フーズムには居住した家の一軒が、 テオドール・シュトルム博物館で保存されており、彼が作品を描いた机、愛用のピアノ、友人たちとの書簡類などが展示されている。フーズムにあるシュトルムのせいか、今は、時計、装飾品の店、ありがとうございます。